ユダ牛乳公社の直売所ユイハウス。最近新しくパン販売コーナーができました。商品名はコルバ。今日はこのパンをご紹介します。パンを作っているのは鈴木さん。最近まで町内の旅館の料理長を務めていました。なぜパン作りを？まあパン屋をしたいわけじゃないんだけど、なんかしたいっていう時に今できることってじゃあ何なのかって考えておこうとしたところがパン屋さんです。で、上手にできなかったのも容易じゃない。上手に焼けなかったの最初。本に書いてある通りやっても、そう、そこでなんでなのって悔しいじゃない。で、なかなか奥が深く、それでまあちょっとハマったところはあるね。現在10種類ほどを販売しているというコルバのパン。フランスパン作りで取り出したのは柳刃包丁。普通はね、なんかね、カミソリとかでやるんだけど、柳刃使うパン屋いないと思うよ、多分。でもね、結構ね、いいんだ、柳刃、理にかなってると思う。これからどんなパンを作っていきたいですか？西和賀のものに、まあ、この土地のものにこだわりたいっていうのは、でも残念ながらここには小麦を生産する地域ではなかった、まあ、そこに、西和賀の安定して素晴らしいものっていうのを考えた時に、牛乳公社さんのミルクっていうのがあるなというふうに思ったので、まあ、それをあの、まあ、自分のパンには必ず使って、きちっと作っていきたいなっていうところと、パンがパンだけで完結するというよりは、まあ、例えば使ってるユダ牛乳と合うようなパンをできるようになったら、きっと、みんな喜んでくれるんじゃないかなというふうに思って、やっていきたいと思ってます。鈴木さんの情熱が詰まったコルバのパン、ぜひ一度ご賞味ください。